万博以外でもう1点なんですけれども、阪神オリックス の優勝パレードについてですね、実行委員会も解散して決算も出たという報告がありました。で今後 のパレードの在り方についてなんですけれども、とりわけ資金面についてですね、今回、協賛金と企業協賛とそのクラウドファンディングの寄付だけ、今朝の紙上ですけれども、協賛金と寄付金だけであれば、なかなかお金を工面するところが難しかったような部分も読み取れると思います。今後、今の段階でですね、阪神、オリックス、優勝するのかしないのかっていうのは、分からない段階ではありますけれども、今後、こうしたパレード、開催自体は、府民とかの評価を得ているようになると思いますが、そこの工夫であったりだとか、その点については資金面のですね、集め方とかその点の工夫点などは現状どのように今後お考えになっていますでしょうか。まだ開幕戦始まったばっかりなので、阪神とオリックスが優勝するように応援をしたいと思います。まだその何て言うの、今やスポーツですからね、その優勝目指して頑張ってほしいなと、そういう思いです。何かこうありきではないと思います。やはり優勝決まるというのもパレードするのも非常に期間、準備期間というのも短くなってしまう部分があると思いますので、そこのこう判断の時期ですとか準備を早めるだとか、そういった点の考えはありませんでしょうか。いや、もうまずはだから判断の時期というか、まだペナントレース始まったばかりなので、頑張ってほしいな、みんなで応援しましょうという思いです。そんな先のことを言うような状況じゃないと思います。スポーツなんで。